可能と。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ミミズフォーラムの新しいミニパソコン UM580 をご紹介していきます。こちらはなんと、Ryzen 7 5800H を搭載した、9月下旬発売予定の新しいミニパソコンです。あれ、なんかこれ、すごく小さくない？はい、かなり小さい筐体なので、発熱や音なんかも調べていこうかと思っております。果たしてどんな結果が待っているのか、もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの UM580 の販売ページから見ていきましょう。この UM シリーズは今回の Ryzen 7 5800H 搭載の UM580 と、Ryzen 5 5625U が搭載された UM560 と Ryzen 7 4800U の3種類があります。こちらの UM560 はすでに発売されているみたいで、今回9月下旬にこの UM580 という新商品が出るみたいです。では UM580 の価格を見ていきましょう。まずはベアボーンキット、これはメモリやストレージ、OS が入ってないものになるんですが、こちらが57,980円となります。あとはメモリとストレージの容量に応じて、65,980円、69,980円、71,980円、79,980円と変動していきます。この価格差だと、メモリ 16GB プラス SSD512GB が一番良さそうですね。メモリやストレージ、OS を持ってる人はベアボーンキット一択になるかと思います。そこから下はこの UM580 の特徴が書かれていますね。後ほど実機で詳しく見ていくのでサクッとホームページを見ていきましょう。このホームページ、UM560 のことが多く書かれていて、UM580 のことはあまり書いてなかったんですが、で、下がっていくとギークベンチのことが書かれていました。3つの CPU の比較が書いてあるんですが、Ryzen 7 5700G、Ryzen 3 Pro 4350G、Core i7 8565U。今回の CPU 内前。はい、続いて。こちらはこのミニパソコンの最大の特徴かもしれません。オルトモード USB-C と窒化ガリウム電源搭載。え、何？オルトモード USB-C と窒化ガリウム電源が搭載されているんです。何それ？オルトモードというのは、USB-C の機能拡張で、USB 接続で USB 以外の信号を伝送することが可能となります。なので、直接モニターに接続し、モニターが USB PD に対応している場合、ケーブル1本でモニター接続とパソコンの電源供給が可能ということですね。え、それすごくない？ケーブルをより少なくさせる技術の革新ですね。その他には簡単なアップデートについては、最大 4K4 画面まで出力が可能となっております。では実際に本体を見ていきましょう。シュラララ。ではまず開封から。あれ、手袋。あ、これは静電気防止のためやおしゃれのためではありません。じゃあ一体何のためにつけてるのよ。手荒れがひどいからです。は。いや、いつもコメント欄に。手荒れがすごい。手が痛そう。シュラさんの苦労が出てる。手がおじいちゃん、シワシワで草。と、たくさんのご心配をいただいたので、今回から手袋を着用してみました。いや、最後の方は絶対心配されてない。ということで箱を開けてみましょう。上蓋を開けるとまず最初に2枚の紙が出てきました。こちらは取扱説明書と初期セットアップについての紙が入っていました。取扱説明書はイラストと日本語や複数言語で書いていました。パッと見、変な日本語はなかったと思います。その下にはパソコン本体が入っていました。さらにその下には付属品が入った箱が入ってました。ではまずこちらに何が入っているのか見てみましょう。まずこちらは HDMI ケーブルですね。ハイスピード HDMI ケーブルと書かれていたので、最大 10.2GBps でのデータ伝送が可能な HDMI ケーブルですね。続いてはこちら。こちらはミニパソコンを縦置きする際に使うスタンドですね。パソコンの接地面は滑り止めのゴムのような素材でできており、足の部分は硬い金属のようなものでできていました。続いては AOHI と書かれた青灰、青灰、と呼ばれるメーカーの給電用ケーブルです。こちらは先ほどのオルトモードには対応していないケーブルとなります。給電のみとなり、映像出力には対応していませんので、オルトモードをしたい場合は対応ケーブルをご購入ください。どうせならオルトモード対応ケーブルにして欲しかったわね。ですね。そしてこちらが窒化ガリウム電源アダプターになります。こちらは 100W 出力可能なアダプターになっております。
メーカーは先ほどのケーブル同様に AOHI というメーカーです。側面には 100W 窒化ガリウムと大きく書かれていますね。こちらのアダプターは折りたたみ式となっているので、持ち運びにも便利な形となっています。また映像では見づらいですが、PSE マークもきちんと記載されているので安心して使用できます。またこちらのアダプターはポートが2つあるんですが、100W で使用する際は外側のポートを使用してください。外側じゃないと電力不足でパソコンが落ちたりします。それに気づかず、最初内側に挿してシネベンチを回したところ、ちゃんとパソコンが落ちてくれました。いや、ちゃんと使用方法確認しなさい。こちらはストレージ増設用の SATA コネクタ。こちらは交換用のゴム足。ストレージ増設などの場合は、底面のゴム足を一回剥がさないといけないのでそれ用ですね。最後にモニター裏などに取り付ける用のベサマウントになります。ということで付属品はこれで以上となります。結構付属品が充実してるわね。結構充実してますが、ケーブルだけは映像出力不可能なのでご注意ください。では続いてパソコン本体を見ていきましょう。シュララ。それでは本体を見ていきましょう。こちらが本体となるのですが、かなり小さいです。私の両手より少し大きいくらいのサイズなので、デスクのちょっとしたスペースでも置けるくらい小さいですね。本体サイズですが、奥行き 12.66cm×幅 12.8cm×高さ 4.65cm となっています。では重量も測ってみましょう。本体重量が 615g ですね。続いてアダプターとケーブルも測ってみましょう。こちらが2つで 268g となります。アダプターが窒化ガリウムということで少し重いですね。では本体と合わせた重さも測ってみましょう。3点セットで 883g となります。モニターがある前提で、会社といえ、学校といえ、のような持ち運びもできそうですね。続いてはフロントインターフェースを見ていきましょう。左から CMOS クリア、電源スイッチ、3.5mm オーディオジャック、USB-C×2、マイクとなっています。USB-C が2つついているんですが、左側はデータ転送のみとなっており、右側は DP 出力可能な USB-C となっております。フロントに映像出力可能な USB-C って珍しいわね。確かにあまり見ないかもしれませんね。続いて裏面です。裏面も左から PD 対応 USB-C、2.5GB LAN、USB3.2 Type-A×2、HDMI×2、USB2.0×2 となっています。こちらの背面部分が排気口となっているので、起動時はかなり暖かい風が後ろから出るようになっています。側面には擬滴のマークもついていました。では次に起動準備をしていきます。まずはキーボードとマウスを取り付けていきます。こういう小型パソコンにはワイヤレスの方がデスクがスッキリするので、そのレシーバーを取り付けていきます。続いては電源ケーブルです。こちらは付属のものを取り付けます。タイプ C なので左右対称なので入れやすいですよね。続いてはモニターにつなぐための HDMI ケーブルを挿していきます。そして最後にこれは無線環境がない方向けになりますが、LAN ケーブルを挿していきます。はい、これで起動準備が完了となりました。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。電源スイッチの LED が点灯しましたね。ミニズフォーラムのロゴが出て。この後初期セットアップをします。シュララララ。初期セットアップを終わらせてきました。ではまず最初に起動時間を調べてみましょう。一度シャットダウンした状態から。スイッチオン。起動時間は31秒でした。気持ち遅いかなと思いますが、まあこのくらいなら許容範囲かなと思います。では続いてスペックの確認をしていきましょう。まず CPU は AMD Ryzen 7 5800H になります。
こちらはノート用 CPU なんですが、8コア16スレッドで、クロックは 3.2GHz から 4.4GHz、TDP は 45W となっております。45W でこの性能はかなりすごいですよね。続いてはメモリです。今回は DDR4-3200MHz の 8GB が2枚載っております。このパソコンで何をするかにもよりますが、16GB あれば大抵のことは十分かと思います。続いては GPU です。こちらは内蔵グラフィックになるんですが、ラデオングラフィックスが搭載されており、グラフィックス周波数は 2000MHz となっています。最後にストレージですが、今回は 512GB モデルをいただきました。スペック紹介をしながら速度を測っていたんですが、リードが 2468Mbps、ライトが 1949Mbps でしたので、Gen 3の M.2 SSD が搭載されていますね。それでは続いて性能テスト行ってみましょう。今回はせっかくなので、以前レビューした某 C 社のミニパソコンと比較もしてみたいと思います。果たして結果はどうなったか、それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? ということでいつものシネベンチをやっていきます。ノート用 CPU とはいえ、8コア16スレッドはやっぱりすごいですね。では結果を見てみましょう。マルチが 1742 ポイント、1675 ポイント、シングルが1409ポイント、アイドル時 37.9 度で最高温度が 80.9 度と 87.3 度になりました。これは CPU 温度もすごく冷やせていていいですね。ちなみに某 C 社の結果はこちら。スコア的には少し負けていますが、特に注目してもらいたいのが温度ですね。スコア数百の差に対して、温度が20度以上違う。これは安心して使いたいなら温度がより低い方がいいですよね。で、温度が低いのもすごいのですが、もう一つすごいことが。それがこちら。今回音量も測ってみました。本来だとパソコンと30センチほど離した方がいいのですが、今回あまりにも静かだったので20センチで計測しました。ちなみにこれ映像の音量はマックスとなっていますのでちょっと聞いてみてください。ほとんどわかんないんだけど。騒音測定アプリでも 25dB 前後しか反応してないんですよね。20dB 台というのが、極めて静かな状態を表すのでかなり静音性が高いのがわかりますね。では続いてゲーム系ベンチもやってみましょう。ファイナルファンタジー14。それではゲーム系ベンチマークもやってみましょう。グラフィックボードが載っているわけではないので、ゲーム用パソコンではないのであくまで参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。結果はこのようになりました。一番設定の低い標準設定ならギリギリ遊べるかもしれませんね。某 C 社の方と設定が微妙に違ったので一概に比較できませんが、最高設定だと全然スコアが違うんですよね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークもやってみました。さすが重たいで有名な FF15 ベンチマーク、内蔵グラフィックではさすがにきつそうですね。じゃあ気をつけて。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。やはり FF15 ベンチマークは重いですね。ボーク社は軽量品質しか測定していないのですが、軽量品質でこの差は。では次は実際にゲームもやってみましょう。モンスターハンターライズ。最近ハマっているモンスターハンターライズをやってみました。設定は左からグラフィック設定高、中、低となっております。一応どれでもゲーム自体はできましたが、快適に遊べるのは低、まあまあ遊べるのが中、高は結構カクつくことが多かったのであまり推奨できない感じですね。平均 FPS だけ比較したんですが、これ某 C 社はメモリが 16GB の1枚仕様になっているんですよね。なので単純に比較はできませんが一応参考程度に見ていただければと思います。では次行ってみましょう。フォートナイト。フォートナイトもやってみました。設定はフル HD のパフォーマンスモードです。FPS も100以上出ており、そこまでカクつくシーンもなかったので。このゲームであれば一応遊ぶことは大丈夫そうですね。右上に平均 FPS を載せましたが、マップが同じではないのでこちらも参考程度に見ていただければと思います。では次。Apex Legends。Apex もやってみました。設定は競技設定で、左がフル HD、右が HD となっております。さすがにフル HD だと訓練場でも最初カクついていました。
ではウルトの爆破シーンはこんな感じ。やはりフル HD だと落ち込みが激しいですね。実際の戦場ではこんな感じでした。フル HD だと字よりカクつく感じがあり、 HD なら割と FPS に余裕があるかなって感じですね。まあゲーミングパソコンではないので、あくまで参考程度に見ていただければと思います。シュララ。はい、ということで今回はミニズフォーラムの新しいミニパソコン UM580 をご紹介しました。 CPU 性能もさることながら、この静音性には本当にびっくりですね。確かにこの静かさは本当にすごいわね。あと個人的に驚いたのがこちら、キッカガリウム電源ですね。ミニパソコンに 100W 対応アダプターやケーブルもついてくるなんて、私的にはかなりお得なんじゃないかなと思いました。確かに 100W アダプターはすごいわよね。ということで、もし気になった方はぜひ概要欄からホームページを見てみてください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またねー。